美月、ここで待ってよ。そなたを救う術必ず。南よりあやかしの匂いを感じます。確かに匂うな。あやつはそこにおるのか。おそらくは下法に落ちた屋敷で、下道に落ちた術師が。一体何をしておるのやら。どうも相も変わらず愉快な男よな。南だったな。行こうか、前期、後期。は、我が主、清明様の命のままに。匂うな。この桑からか。この穴、釘穴か。五行相克権克木、桑の正気を金の木で沈めたと見える。抜け落ちた釘、さーて、いずこにあるものやら。もののけか。我はこの天帝の使うところの均等を執事す盆状の刀にあらず、これ百連の刀なり。一下しせば何ぞ鬼の柱ぞ。あやつの手のものか。あやつは、ドーマンはどうした。死は、あの男は我ら弟子を逃げとし、下法を止めようと。あやつらしいな。洞窟のうちに下法の逃げとなった宇月という娘がおるはず。どうかそのものを。約束はできぬが、まあ心に留めておこう。やはり二本では足らぬか。おやめなさい。よき式だな。去る方にいただき、大事に持っていたのですが、これが最後の一枚となってしまいました。ああ、そなたがうつきか。アシアドーマンの下法に疲れていると聞いたが。今はあの歌声も小さくなり落ち着いております。ドーマンの父の望み通り、私の身はもはや人外のもの。命あるものを求め、体が乾いてしようがないのです。血肉を目にしただけで気が触れそうで、死人どもにも火をつけてしまいました。察するに桑を封じればよさそうだ。運が良ければ間に合うかもしれぬ。まあ釘がなくては埒が明かぬがな。私はここで朽ちるつもりです。それはそなたの勝手だが、
実の娘まで逃げとするなどはさすがに戯れが過ぎると思わぬか。そなたの父滅するがよいな。もはや幾縛も持たぬ身なれど、不思議と何やら落ち着いた心地がいたします。なかなかクオンの舞ができぬと思うておれば、仕業か生命。しばらく姿を見ぬうちに闇に見入られたか、ドーマ。生命、うぬの血肉からならば良き眉が取れるであろう。ここで果てよ。そして不穏の煮えとなるがいい。そなたは。遅かったか。これで上がり、新しきクワが芽吹こうぞ、我らが愛しご。黙れ。さて気は進まぬが、まあ仕方あるまい。お待ちください。この娘は屋敷から出たこともなく父親に裏切られ、このまま死ぬのはあまりに哀れです。つづらから何が生まれるかは分からぬのだぞ。それでも強情な娘だな。分かったが、これを持つがよい。これはただの気休めさ。ではな。
どうした？早く出ておいで。これがお外。私お外に出るの初めて。お外ってすごく広いのね。これからいろんなところを見て歩こう。それで一番気に入ったところに住もうな。うん。では行こう。